かぼちゃのすり流しでございます。そのまま口をつけてですね、お召し上がりください。前菜右手の方から枝豆と卵をかけましたイカの黄金焼きですね。その下お魚がキスでございます。巻物は能登豚でございまして、その奥はトマト缶とかと寄せたものでございます。はい、上にモッツァレラチーズでございます。さあ、その中はお寿司でございまして、サザエのお寿司でございます。その下ほおずきも器でございまして、さっぱりとそれだけですね。海そうめんですとか、それから糸盛りと入ってございます。はい、でございまして、ハモにクズを打ってつららに見せましたものでございます。それから加賀野菜、加賀太きゅうり、そしてくず切りですね、そして、まあ、早めの松茸でございます。はい、その器の方でございますね。真ん中右手から甘エビ、赤イカ、そしてマグロでございまして、左手がヒラマサですね。奥の白身がスズキでございます。それから茶色の寒天のように寄せてあるものがですね、木の実のバクダイを寄せたものでございます。上にキュウリが乗ってまして、そちらもお召し上がりいただけます。お好みなんですけど、白身はですね、梅肉のございますので、もう一皿は能登の赤西貝でございます。はい、金沢の人間国宝がおります、おひやきで、はい、お出しでございます。元々の夕飯焼きでございまして、はい、それから川エビと、一番右手に石川県産の小芋ですね。上に鴨のお肉が入りました。お味噌が入ってございます。ですけれども、はい、トウモロコシの広酢でございまして、はい、上にフカヒレが入ってございます。あんはカニのあんでございますね。生姜が結構入ってございます。はい、でお豆腐の白分けでございます。タコの柔らか煮、それからアワビと、そしてニシンですね。赤いかぼちゃは加賀野菜、赤は栗かぼちゃでございます。その後に冬瓜でございます。はい、では赤い毛のつみれでございまして、下の方に入ってございます。そういった加賀野菜の金時草、紫色の葉っぱと、それから百万石椎茸でございますね。それから夏野菜ですね、パプリカとズッキーニ、それからお茄子でございまして、上にビーフンが載っております。